ジャーマリナーズとの3連戦。徳地はいきなり1番2番打者を敬遠する。さーて始めようか。徳地プレーボール早々意表をつく2者連続敬遠で、いきなりノーアウト1、2塁の大ピンチ。これはまるでこの後のマリナーズクリーンナップを三者凡退に抑えてみせると宣言してるみたいですね。ああ、何考えてんだよあいつは。この徳地の挑発ともいる敬遠にマリナーズ今和の監督も無然とした表情。大した自信だ。ハカリ、感心してる場合か。3番レフトトマス。トマス、その思い上がりの鼻っ柱を消し折ってやれ。徳地の試合をチェックしたスコアラーは、奴の球種はストレートのみだと言ってる。だがいくらズバ抜けた投球センスがあるとはいえ、ストレートだけでプロのバッターを抑え続けられるわけがない。きっと何かあるはずだ、徳地の球には。ボール、これでカウント 2-3。トマスはその後も臭い球をファールして8球目まで粘る。け、あの程度のピッチャーに追い込まれやがって。いや、そうじゃない。ん？初対戦の特徴を知るために8球も投げさせたんだ。確かに素晴らしい制球力だ。しかし平凡なストレートばかり。なぜ誰もこの男を打ち崩せない。特徴、トマスに対し9球目投げた。甘いコース、ストライク、バッターアウト。結局あんな甘い球を空振りかよ。徳地、3番トマスを三振でまずはワンアウトを取りました。信じられん、甘いコースのストレート確かに捉えたはずなのに。徳地と対戦したフィンガーズの岡部は、奴の球をまるでボールがバットから逃げていくようだと言ったそうだ。まさにそんな感じだ。あれはただのストレートじゃない。4番ブルックリン、甘く入った初球を簡単に打ち上げてサードフライ。これで2アウト。さあ、ついにこの男の登場です。高見です。5番サード高見登場です。現在打率4割4分1厘とリーグトップの高見。対する徳地もプロ入り以来ここまで無失点を続けています。天才打者対驚異の新人投手、注目の初対決。第1球、ストライク。徳地いきなりど真ん中の甘いコースに放ってきました。こいつ、俺が一球見ようとしたのを見透かしてわざと甘い球掘ってきやがった。ストライク。徳地、高見を痛なスイングと追い込んだ。球速は125キロ程度、こんなものなのか。徳地、第3球。奴は遊ばない、必ずこの球で決めに来る。投げた。ど真ん中、読み通り。ストライク、バッターアウト。おっと、高見バットを引いた。見逃し三振。徳地、マリナーズクリーンナップを退けました。おっと、徳地、天才打者高見を打ち取ったにもかかわらず、なぜか無然とした表情。これに対し三振した高見は笑っています。ナイスピッチング。ギリギリで打ち気を殺しやがった。え？あの高見ってやつ、想像以上に立ちが悪い。1回裏、リカオンズの攻撃は三者凡退。2回表、マリナーズ先頭打者上野、空振りの三振。たく、なんでストレートしか投げられねえクズピッチャーを打てないんだ。ストレートしか投げられないんじゃない。え？特地はあらゆるストレートを投げているんだ。あらゆるストレート？どういう意味だ。
そもそもストレートってなんだ？ん？ストレート。力学的に言えば、ボールに縦回転を与える球種のことである。与えられた縦回転によりボールに揚力が生じ、ボールはまるで重力に逆らうかのようにまっすぐに進む。プロのストレートはバッターに届くまでにボールが20回転すると言われる。回転の良いストレートほど打ちづらく、逆に回転の悪いストレートは打ち頃の棒球になりやすいという。それと特殊のストレートが打たれないこととどう関係があるんだ？あいつボールの回転数をコントロールしてるんだ。バカな。僕も目を疑ったけどね。さっきの打席、初球2球と何の変哲もないストレート、回転数はおそらく17、8回転。ところが3球目のストレート、投げてからベース上を通るまでたった3回転しかしていない。3回転？並外れた動体視力の高みが言うんだ。間違いないだろう。低回転ストレート、おそらくスナップの利きを極力殺してボールを押し出すように投げる。それまでの平凡に見えるストレートはいわばおとり。その軌道が頭に焼き付いてしまうと、沈んでしまう低回転ボールはバットの下をくぐる。そうか、それがバットから逃げるボールの正体。もっと怖いのは、奴がそれをバッターの打ち気を読み切って投げ込んでくるところだ。はっ、ビビることねえだろ。低回転だがなんだか知らねえが、所詮は雑魚ボールだぜ。そうだ、低回転ストレートってことは一歩間違えば打ちゴールの球ってことだ。そうだな。よっしゃ。その時高見は考えていた。全員が肝心なことに気づいていないと。その雑魚ボールを武器にここまで無失点で勝ち抜いてきたというこの特殊って男の秘めた可能性を。2回表裏の攻撃はストライク。両チームともに三者凡退。ストライク。3回表マリナーズ、ワンアウトでトップに帰った1番山川。ツーナッシングと瞬く間に追い込まれました。徳地、遊び玉を使わない強気なピッチング。遊び玉を使わないんじゃない、使えない。奴は明日も明後日も投げなきゃならないからな。とすれば次は間違いなく低回転ボールで勝負してくる。そのスタミナ温存があだだぜ。ストライク、またアウト。これは見送ればボールでしたね。ここに来て一球外しやがった。俺の考えを見透かしたみたいに。続くバッター野添も。やつは平凡なストレートを見せ玉にして、こっちが打ち気になったのを見計らって低回転ボールを投げる。ってことはだ、初球に低回転ボールはない。特殊攻略なんてわけねえぜ。もらった。初球から低回転ボール。これは平凡なセカンドゴロ、一塁に送球、アウト。マリナーズ打線、特殊にいいようにあしらわれています。その後もマリナーズ打線は沈黙し続け、凡退、凡退、凡退の山。東亜の頭脳的投球の前に自慢のクリーンナップも快音なく、なんと7回までノーヒット。塁に出たランナーは初回に敬遠で出した2人だけである。高みを警戒していたみたいだが、きっちり抑えてるじゃないか。こんなんじゃ終わんねえよ。え？そして8回の表、マリナーズの攻撃。上野三振、ワンアウト。なんと王者マリナーズ、ここまで特殊の前にノーヒットノーランです。くそ、なんであんなクソボールが打てんのだ。お前1日何本バット折れば気が済むんだ。大きなお世話だ。そんなに折ってるとそのうち打つバットがなくなるぞ。は、平気だ。俺は毎試合30本バットを用意してるからな。なんなら1本貸してやろうか。はい。お重い。何十バット振ってんだ。
そいつを振るのも折るのも俺ぐらいのパワーがないとな。重いバット。両チーム無得点のまま試合はついに9回へと進んだ。さあ大変なことになりました。特地ついにマリナーズ打線をノーヒットノーランに抑えたまま9回まで来ました。許したランナーは初回の敬遠によるわずか2人だけ。マリナーズ9回表の攻撃、トップバッター空振りの三振。特地ノーヒットノーラン達成まであと2つ。くそ、このまま何の手も打てずに特殊のいいようにされるしかないってのか。なんとしてもあの決め球の低回転ボールを打ち崩さなくてはこちらに勝ち目はない。逆だ。低回転ボールは全て捨てる。やつの決め球低回転のストレートを一切捨て、見せ球に使う平凡なストレートに狙いを絞る。そしてバットを振るのは一度きり。バッターボックスではもちろん、ネクストバッターズサークルでの素振りもなし。あ？なんだそりゃ。さあマリナーズ、このまま抑え込まれてしまうのか。打順はトップに帰って1番の山川。いつき、なぜバットを振るのは一度だけなんだ。特地って男は人の仕草を丹念に観察して、そこから相手の思考を分析している。人間の潜在意識は必ず行動に現れる。これに対する策は一つ、挙動を極力減らすこと。低回転ボールを捨ててバットを振るのは一回だけっつったら、狙うのは初球しかないじゃん。その一回を空振りとかファールしちまったらどうすんだよ。初球低回転ボールじゃありませんように。大丈夫、必ず打てる。低回転ボール、また裏をかかれちまった。おお、打った。山川センター前にクリーンヒット。打たれました。特地、甘く入ったストレートを完璧に捉えられました。よし、一気に崩せ。やった。高みの策は見事にはまった。王者マリナーズをノーヒットノーランに抑えてきた特地、最終回ついに捕まりました。一気に3連打を浴び、ワンアウト満塁。打席には大砲ブルックリーン。特地初失点のピンチ。俺が引導を渡してやるぜ。すごい、なぜだ。今まで全く捉えられなかった特殊の球がなぜ突然。特殊との駆け引きってのは、言ってみればカード当てゲームみたいなものです。やつは白と黒2枚のカードを持っていて、そのどちらかを場に置く。我々はそのカードが白か黒かを当てる。白と黒のカード、それが平凡なストレートと低回転ストレートか。どちらの色か当てれば勝ちですが、やつはこちらの思考を読んで裏を書いてくる。ではどうするか。答えは意外と簡単。思考と行為を切り離す。どういう意味だ。僕はみんなに低回転ボールを捨て、見せ球の平凡なストレートに狙いを絞れと言いました。そして彼らもそれを心がけていたはずです。ところが実際彼らが打った球は3人とも低回転ボールなんですよ。どういうことだ。みんな心の中では平凡なストレートを打つ気でいる。いくら挙動を減らせと言っても、人の心理を読む術に長けた特殊なら簡単に裏を書いて低回転ボールを投げてきます。そこが狙いです。裏を書かれるのが狙いだと。秘密はバットです。ん？バット。前の3人、自分のバットではなくブルックリンのバットを使ったんです。日頃使い慣れたバットと違う重さのバットを使えば、必然的に打撃フォームは狂います。ことにブルックリンの重いバットをいきなり使えば、イメージラインよりヘッドが下がる。ちょうどボール一つくらい。
そこが特地の低回転ボールの軌道なんです。この低回転ボールの軌道にブレがないか8回の攻撃の間見定めてたんです。案の定抜群のコントロールで低回転ボールは全く同じ軌道を描いていた。そこで特地攻略の策を固めました。バットを1回しか振らないように言ったのは特地に作戦を悟られないため。素振りなんかしたらみんな自分のフォームが崩れているのに気づいて修正するに決まってますからね。それをあの男が見逃すはずがない。なるほど。打者が本気で平凡なストレートを狙ってるからこそ成功する作戦、完璧じゃないか。ただ残念ながらこの策にも穴があるんです。ストライク、またアウト。ブルックリンには使えないってことです。ガンデス。ま、これも計算済み。この勝負俺が蹴りをつけてきます。さあ9回表ツーアウトながら依然フルベース。ここで迎えるバッターは天才打者高見一樹。徳地等は踏ん張れるか。さあ徳地、高見に対し第1球ストライク。なんと初球はど真ん中のストレート。これは大胆。こちらの打ち気を見抜く力は神業だな。今度は低めギリギリのストレート。カウントツーナッシング。高見早くも追い込まれました。いやいや、高見は追い込まれたとは思ってないみたいですよ。全部高見の計算。平凡なストレートを待つ意思を見せておいて裏をかいた特地の低回転ボールをブルックリンのバットで叩く。監督。ああ、高見が持っていたバットブルックリンのじゃなくて自分のですよ。え、行き詰まる勝負。次の一球で決着となるか。特地第3球投げた。低回転ボールじゃない。やはりな。ブルックリンの凡退で重いバットのトリックに気づいたか。だがこっちはそこまで計算済みだ。かかったな特地。裏の裏をかいた俺の勝ちだ。ストライク、バッターアウト。高見空振りの三振。特地このピンチを切り抜けました。いつき、低回転ボールを投げてこない。そこまでは読み切ったけど、まさかね。もう一段ボールが伸びてくるなんて。伸びた？特地のやつ、逆にボールの回転を上げてきた。低回転ボールだけじゃなく、高回転ボールも投げるってことか。乾杯だ。俺が白のカードか黒のカードかで悩んでいるという時に奴はシャーシャーと灰色のカードを出してきやがった。結局試合は9回裏リカウンズが1点を入れ大方の予想を裏切り初戦をサヨナラ勝ちで飾った。徳地等はこの試合投球イニング数9回失点0、暫定年俸5億5500万円。おら。いい、まだ一つ。特地は確実に大敗北に近づいている。見事だ特地。思った以上の勝負師だよ。だが本当の勝負はこれからだ。
さんこんばんは。リカオンズスコアラー岡村真澄です。さあ、マリナーズ3連戦で全て先発することとなった徳地とは一体これからどうなっていくんだという方のために、じゃん、出ました、ワンナーズ集英社ジャンプリミックス。なんとコミックス19巻分を9巻にギューッと凝縮して、これから2週間ごとに発売することになったんです。それぞれ400ページを超えるボリュームで一気読みできちゃいますよ。ワンナーズ集英社ジャンプリミックス、コンビニに売ってますよ。それではまた来週、ゴーゴーリカオン。